にちは、萌です。今回は、自分のオリジナルの絵を描きたいんだけれども、ちょっとそういう、オリジナルの絵を描くときに悩んでしまうっていう方から質問がありましたので、そちらをお答えしていきたいと思います。質問者さんはですね、自分は模写を描く、写真みたいな絵をこう真似て描くものは、周りの人からすごいって言われるぐらいは描けるんですが、自分のオリジナルをいざキャンバスに描こうとすると、何を描けばいいのかわからなかったり、描きたいものが明確であっても、どうやって描けばいいのか、どこから描けばいいのか、頭の中がかき乱されて鉛筆が進みません。何か方法やアドバイスありましたら教えていただけないでしょうかっていう質問がありました。で、ですね、この方は、模写はうまいと。周りからすごいって言われるぐらい自分の中で技術はあるけれども、オリジナルの絵を描こうとすると、どこから描いていいのかわからない、どうやって描いていいのかわからないっていうことでした。で、本当にこれ同じ悩みがある方いっぱいいると思います。というのも、模写は、写真を見てとか何かを見て描くものだから、元があるじゃないですか。それがもう決まってしまえば、元があれば描けるので、なんかアイディア的には簡単ですよね。で、私もそう思います。しかも描き始めも、これを最終的に描けばいいっていうのがもう決まってるから、それを真似て描くだけ、真似て描くだけって言ったらちょっと失礼というか、あれなんですけど、簡単っていうか、アイディア的には、技術があれば描けるものだと私も思います。私も模写をして描くの結構好きなので、よく模写をして描くものあるんですけど、それも、もちろんね、その模写をして描くもの、対象物をどうやって決めるのかとか、どういう風に描いていくのかっていうのは、技術とか、その人の色があると思うので、全部が全部これめちゃくちゃ簡単だからっていうわけじゃないんですけど、そこはね、ちょっと誤解しないでほしいなと思うんですけど、描く技術としてそれが描けると。ってことは、オリジナルで描こうとしてももちろん描けると思うんだけれども、自分で作り出さないといけないってなると難しいっていうのはすごくわかるんですよ。で、ただそれが、この方は描きたいものが明確であっても、どうやって描けばいいかわからないってことなので、何を描けばいいのかわからなかったり、明確であっても描けばいい、どうやって描けばいいのかわからないなので、もしその描きたいものが明確なのであれば、私的にスケッチ、混乱するかもしれないけど、少しずつ描き出していけば、何て言うのかな、自分が納得するものっていうのは出来上がっていくと思うんですけど、まずそれが何が描きたいかわからなかったら、それはちょっと難しいかなって思います。それはもう全然違うと思うんですよ。描きたいものがわからない場合と、描きたいものはあるけれども、どうやって描いていいかわからないっていうもの。もし描きたいものが決まってない場合、わからない場合、でも何かしら描きたい。何か描きたいんだけど、模写じゃなくて何か描きたいんだけど、でも何を描けばいいのかわからない、思いつかないっていう人は、もう、いろんな情報を入れてみるしかないと私は思います。それか、思い出してみるとか、例えば、新しいものを作りたいっていうのであれば、自分の記憶とか知識の中だけで作るものじゃなくて、新しいものを取り入れたいって思うのであれば、例えば、それこそ美術館に行って、他の人の絵を見るとか、こういうアイディアいいなとか、そういうものをもう、いいものを盗んでくるっていう気持ちでいろんなものを見て回るとか、それこそ私だったら旅行が好きなんですけど、旅行をして、例えばじゃあ違う国に行って、そこの国の違う文化とか、いろんなもの、色とか建物とか食べ物とか、そういうものを見て、こういうもの見たことない、こんなの見たことなかったなっていうものを見てきて、それを例えばこれを絵にしたいなって思うものがあるんですよ。それが例えば、例えがね、難しいけど、じゃあ他の国に行って、和柄じゃなくて、こういう柄って日本にないなみたいな、この柄初めて見たな、この柄素敵だな、この色、この食器の色めちゃくちゃ素敵だなって思った色をじゃあ写真に撮るとかメモしといて、それを絵に取り入れるとか、そういうのでもいいと思うし、もうほんと少しずつ何かしら気になるものを書き留めるとか写真に撮るとか、それを集めていって、情報を集めていって、それで何かしら作っていくとかっていうのでもいいと思うし。何を書きたいかわからないっていう段階で、でも何か書きたいっていうのであれば、もうそうやって探していくしかないと思うんですよね。あとは新しいものじゃなくて、自分の記憶の中から掘り出して書きたいなって思う場合もあると思うんですけど、そうだったら例えば、それこそ写真見返してみるとか、思い出を振り返ってみるとか、あの時どうだったなって思うとか、あの時の、それこそ私の場合も本当結構旅行とか旅になるんですけど、あの時あの場所で見た景色がすごく良かったなと思って、じゃあその色、景色じゃなくてもその色を使って、じゃあなんか描いてみようかなとか思ったりとか、なんならそれも思いつかないのであれば、そこのもう自分の部屋にあるもの、じゃあこれを使って書いてみようとか、もう何かこう対象物を決めてみるとかね、メインになるものを決めちゃうとか、そういうのでもいいかもしれないです。本当に何にも思いつかなすぎて分かんない、もうどれから書けばいいのか分からないっていう人は、もう決めちゃう、何かしらで、オリジナルで、絶対オリジナルって思うんだったら、もうなんか決めてから考えるっていうのでもありだと思います。なんでこれ書いたのって言われた時に、もうしょうがないんですよね。思いつかなかったからそこにあるものを書いた。でもそれがそれをもとに何か自分で考えて生み出したものでオリジナルになるから、別にそこはね、あんまこだわらずにというか、考えすぎなくてもいいかなと思います。それこそそれを書いてみて失敗して、あ、良くなかったなって思ったら、あ、じゃあこれ何が良くなかったんだろうって思って違うものを書いたりとか、そこから同じものを使ってでも何かこう違うように書いたりとかっていうことができるので、別に失敗とかね、あんまりうまくいかなかったなっていうのは全然ありなので、それを怖がらずに書いてみるっていうのがいいと思います。じゃないと何書いたらいいかわからないでずっと来ちゃうと、もう一生書けないんですよ、絵なんてね。なのでもう失敗してもいいし、うまくいかなかったらまた塗りつぶせばいいし、全然なんか誰に怒られるってわけでもないし、だから書こうかなって思ったものをとりあえず書いてみるっていうのがいいと思います。でもう頭の中がこんがらがっちゃって書けないっていう方だったら、例えばこの方は書きたいものが明確であってもどうやって書けばいいのかわからないっていうこともあるっていうことなので、例えばじゃあ書きたいものがあるなら、それをじゃあどうやって書けばいいかわからないってなってたら、じゃあそれをちょっと細かく分けてみるとかね。その何を描きたいかにもよると思うんですけど、例えばそれが絵で考えてごちゃごちゃってなるのであれば、文字に書き起こしてみるとか、例えば、これもね、なんかデザインの、グラフィックデザインのクラスとかそういうものではよくやることなんですけど、これも仕事に関しても多分皆さんやってる方多いと思うんですけど、考えを書き出してみるんですよ、候補をいろいろ。でそれをどんどんつなげていくんです。例えばじゃあ人を描きたいなんて、人って書くじゃないですか。日本語でも英語でも何でもいいです。自分が分かるもの、人って書きます。じゃあ人って、人から連想するものをどんどん書いていくんですよ。人、友達、家族、じゃあ何、動物とかでこうどんどん書いていくんです。生活とか本当何にも関係ないような人に関するもの全部書くとするじゃないですか。そしたらいろんな候補が出てくる。それをまたさらにその候補からその周りに関係するものをどんどん書き出していくんですよ。そうすると一番最初に人っていうメインのものを決めたんですけど、そこからどんどん離れていって、この端っこにある選択肢、これも何かしらつながるものがあるってことじゃないですか。ずっとつながってるから。で、あ、これとこれって組み合わせたら面白いなとか、あ、これは考えつかなかったなっていうものが出てきたりするんですよ。なのでそういうものを、文字に起こして考えてみるとか、じゃあこれをここじゃなくて、メインのここじゃなくって、あ、やっぱこれをメインに書いてみようかなみたいな考えも変わるかもしれないし、あ、ここから考えた方が簡単にこう絵に自分の中ではできるなとか形にできるなっていうのが出てくるかもしれないかなと思います。なので結構ね、私もデザイン系の時だけじゃなくってやることあります。なんか絵のやつでもやることもあるし、まあただ文字に起こしていくのでね、まあちょっとアナログなんですけど、もうノートとかもう切れ端でもいいんですけど、そこに書き出していくんです。もう何にも関係ない、なんかちょっとでもかすってるものとかでも書き出すんですよ。そうすると、あ、これもあったらみたいな、あ、これもちょっと面白いからみたいなのが出てくるので、そういうのがね、結構デザイン系とかだとね、つながりが出てきて面白いデザインになったりとかするんですよ。なのでそれもおすすめかな。書き出していくっていうことですね。ブレインストーミングするってことですね。ブレインストーミングって言うんですけどね、ブレインストーミングをするとまあ結構出てくるんじゃないかなと思います。ただそれを絵描く人って、私もそうなんですけど、文字で起こすの難しいと、言葉にするのが難しいから絵にしてるっていう人もいると思うんですよ。絵描く人でステートメントとかそういうのが上手い人ももちろんいるし、言葉にできないから絵にするっていう人もいると思うんですよね。なんですけど、それがじゃあ言葉では難しかったら、例えばじゃあ記号でも何でもいいし、何かこうね、自分で分かるものでもいいし、もう言葉で表したくないのであれば自分の感情で思いつくものをとりあえず書いてみる。でそれをキャンバスじゃなくて、とりあえずメモ帳でもノートでも書いてみる。でそれをじゃあ組み合わせてみるとか、形を書いて組み合わせてみるとか、そういうのでもいいと思います。とりあえずね、何かしら書かないと始まらないので、失敗してもいいから何でも書いてみるっていうのが、いいかなと思います。書けないんだよ、そう言っても書けないんだよっていう人もいるかもしれないですけどね、もう書かないと始まらないので、是非もう何でもいいから書いてもらえたらと思います。模写はね、そうだけど、だって私もね、例えばこういうの書きたいなと思ってもうまくないジャンルとかね、もちろんあるんですよ。でそういうのも書き出してみて、あ、これいけるかも、やっぱ自分でも書けちゃうかもって思うものもあるし、あ、やっぱ自分には合わないなとか、これはちょっと書けないなというか、書いてみたらあんまり面白くなかったなとか、そういうのもあるので、もう実際に書いてみる。で自分でこれいうの書きたいけど書けない、もう技術としてというかね、自分では作り出せないって思ったら、昔の人の絵とか、それこそ昔の人だけじゃなくていい、今インターネットがあるからいろんな人の絵とか何かこうものって見れるじゃないですか。そういうものを見て、とりあえず真似してみるとか、まあ模写につながっちゃうかもしれないけど、真似してみる。例えばじゃあ私だったら漫画苦手なんです、描くのがね。アニメーションとか少女の美少女の絵を描くとか、そういうの苦手なんですよ。だけどじゃあそれを描いてみようって、ちょっと試しにじゃあ描いてみようとかね。昔はなんか小学生とかね、幼稚園生の頃とかセーラームーンとか描いてたけど、そういう頃とは違って今はまあ描こうと思わないからかもしれないけど、まあなんていうのかな、描けないなって思ってるんで、描こうかなって思った時は有名な絵を見て、漫画を見て、それを模写してから始めるとか、いろんなのを模写してみるっていうのもね、ありだと思います。模写がうまかったらそれこそ描けるようになると思うし、そこから徐々に徐々に変えていく。例えば漫画だったら顔とかね、ほぼ一緒って言っちゃあれですけど、目の位置とか、目のこの輝きとか、鼻の描き方とか、口の描き方をちょっと変えるだけで顔って変わるじゃないですか。そういうのを例えばじゃあオリジナルにしていくとか、一旦模写で自分がこの絵はもう描けるようになった、この角度の顔は描けるようになったと思ったら、そこを自分で変えていくとかね、そういう練習法もありだと思います。はい、何の話だったかというと、まあそうね、どうやって描けばいいのかわからない、オリジナルってどうやって進めていけばいいのかわからないっていう質問だったんですけど、オリジナルね、難しいと思います。私も難しいと思う。なんですけど、まあ何かしら書き出してみるっていうのが一番いいかなと思います。もうわからなくても失敗を怖がらないっていうことですね。なので皆さんぜひぜひいろいろと試してみてください。はい、ということで、何か他にもね、質問があればコメント欄に残してもらえたら嬉しいです。ではまた次の動画で。バイバーイ。